皆さんおはようございます。エリザベスの香水チャンネルへようこそ。今日は日香水とは、デザイナー香水とは、ブランド香水とは、セレブ香水とは、インディーズ香水とはについてお話ししていきたいと思います。あくまでもこちらの香水のジャンルは一般的大まかな定義、大まかなイメージをお伝えしています。重箱の隅をつつくように、細かい説明は今回は省かせていただきます。あくまでも分かりやすいように大まかな大枠をお伝えします。まずセレブ香水とは、セレブたちが自分たちの名前を香水で使う代わりに、その香水会社から利益をもらうという形式です。そのセレブたちが特定の香水、自分たちの名前が使われている香水を使っているという意味ではありません。あくまでも名前を貸している、名前を貸してお金を受け取るために自分たちの名前を貸し出ししているというイメージです。ですのでコスト、もともと原材料費に使えるコストも低く、またあまりハイクオリティの香りは見つけることは難しいジャンルとなっております。お休めの香りが多いですので、向く人というのは学生さんや予算が限られている人、香水初心者さんには向いている香り、香水のジャンルと言えます。次にブランド香水、別名デザイナー香水とは、ディオール、シャネル、アルマーニ、YSL、イヴ・サンローランやゲランもそうですね、大々的な誰もが知っている、誰もが知っているようなブランドの名前から出されている香水のことです。世界中比較的どこでも手に入れやすいです。デパートもしくは空港の DFS などがアクセスしやすい香りとなっています。通常デザイナー香水、ブランド香水には2つのラインがあります。普通のラインと、もう一つエクスクルーシブラインと言われていて、高級化が進んでいるラインです。普通のラインは結構1万円前後もしくは1万円以下で買えるんですが、エクスクルーシブライン、高めの香水、同じ例えばトム・フォードがあるとします。トム・フォードの普通のラインは2万円以下で通常手に入りますが、エクスクルーシブラインになると2万円以上、6万円するものもあったと思います。6万円ぐらいのレンジ、2万円から6万円ぐらいの高級な範囲、エクスクルーシブラインとして売られています。他のデザイナーブランドでも、シャネルでもディオールでも、それぞれ普通のライン、普通の香水のラインとエクスクルーシブライン、高めのラインがあります。両方ともブランド香水、デザイナー香水と呼ばれています。エクスクルーシブラインは特定のブティックや特定の高級デパートでしか手に入れることはできません。ブランド香水、デザイナー香水が向いている人としては、無難な選択がしたい人、安全な選択肢がいい人、もしくは万人受けを狙っている人、あとはですね、便利さ、利便性を求めている人、どこの空港に行ってもデパートに行っても大体このブランドはありますので、利便性を求めている人、もしくはブランド名に重きを置いている人、有名なブランドがいいという人にはこちらのジャンルが似合います。デザイナー香水ではたまにソバージュなどがジョニー・デップを起用してたり、ナタリー・ポートマンがミス・ディオールの宣伝に出たりしますが、これはセレブよりもブランド名の方が重きがあるので、これはセレブ香水とは見なせません。香水会社の名前よりもセレブの名前が大々的に宣伝されているものがセレブ香水です。例えばマイアミグロー、ジェニファー・ロペスやリアーナのレベルフルールなどはセレブ香水です。ブランド香水スラッシュデザイナー香水ではありませんので、ちょっと混乱することもあるかもしれませんが、また混乱した方は巻き戻して見てみてください。さて今日の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらいいねを押して教えてください。また将来動画を見逃さないためにもチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画が気に入った人はこちらの動画も気に入るかもしれません。ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、
Have a wonderful day. See you next time. Bye!